今回は相葉雅紀さんと松本潤さんの相性を鑑定します。相性診断の画面でまず相葉さんを呼び出します。次に松本さんを呼び出します。2人の診断を実行をタップします。まずお互いの看護は一つあるので少しは仲が良いということになります。相葉さんの空母猿が松本さんの命にありますので相葉さんは松本さんに対して潜在的に苦手意識があるかもしれません。相葉さんは強行用心日の絵を自分の命に持っているので自分自身で運気を上げることができます。十二運は十二運の表裏も含めて二人の間で一致するものがないですので二人の価値観は違うと思います。日主の対比は相葉さんの日主カノトから松本さんの日主カノエを見ると合財、松本さんの日主カノエから相葉さんの日主カノトを見ると合財。お互いに一家の主人が二人いる感じでお互いが自分のペースで振る舞います。相手のやり方が気に入らないカチンときます。ではそれぞれの月支元命を見てみます。まず、相葉さんの命式を表示させます。月支元命のタブをタップします。月支元命食人、可愛げ、楽天家。何事にも円満さを発揮して可愛げである。次に松本さんの命式を表示させます。月支元命のタブをタップします。月支元命飛犬一匹狼独立心。独立意識が強く人の力を借りようとしない。人の意見を聞かない。ジャニーズでは木村さんが同じ月支元命飛犬です。独立意識とありますが、会社を離れるということではなく、チームとして活動をするよりもお山の大将でやりたいということになります。まとめると、二人の間では看護が一つあるだけで仲が良い要素は少ないです。価値観も同じではない。同じ方向を向いて仕事はできない。日主の対比は合財でお互いが自分のペースで振る舞う。二人で組むことは仕事、プライベートでもやめた方が良い。相葉さんは円満に周囲と折り合いをつけることができる。松本さんは木村拓哉さんと同様に孤立しやすい。今回はここまでです。